大学生の時初めて台湾に来たって話したよね。その時彼と出会ったの。8年前に台北で会って1日だけ過ごした人です。でも大切な人です。それって運命じゃない？ね、名前は？彼のエリック。今台湾新幹線の仕事をしています。エリック今どこにいるの？君を大事にした方がいいよ。大切な人との出会いはね。私は気づいてしまった。8年前の出会いは恋だった。